はい、そしたら今月の、グッズ編です。貴重なグッズです。結構高いです。特別に今回はこれを用意しました。この鍵と携帯とペンがあります。はい、どれを選びますか。鍵を選ぶやろうなと思って、私はこれパラパラ漫画を使って、はい、鍵を取ってきました。はい、実はこれは3つ予言ができるという非常に不思議なグッズです。今回初めて用意しました。この7月はすごくお得です。ぜひご参加ください。